こっちもやりづらかったですよね。すごく、まあ、あの結構コンスタントにあの触ったボールは例えばセンターのちょっと浅い場所だったり微妙に取りづらいところにこう落とされたんで、まあ、こっちとしてはやっぱ何かしなきゃなってこうちょっと無理を最初はさせられてで、まあ、結構最後の方もやりづらかったんですけど最後はあのどっちかというとこっちがちょっとギアを上げてそのボールの、まあ、スピードというよりはちょっと確率ちょっと上げていって、まあ、より安全なところへ打っていってでその確率が高くなって精度もちょっとずつ上がってきてというところであのギアが上がってきたなという感じはあったんでちょっと思い切って最後の方はストレート打ったりとかできたんですけどやっぱ最初の方で、やりづらいってこっちは感じてたんで、まあ、それをなるべくこう察してというかあの多分みんなあれですよね体はあんまり動いてない状況は最初は変わらないんで、まあ、その中でこう探り合いながらこう動かないなりに相手も悪いところとか、良くないところはどんどんついていけるようにしていった方が良かったかなと結構やりづらさはあったんですけどもう一歩離されるとまあ、こっちがいきなりギアを上げたときにやっぱり言い方あれかもしれないですけどついてきてなかったっていうかギアを上げたときについてこれてない感じ最初はこう言ってたけど上げたら上がらなかったので、まあ、そこで上がるか逆に我々よりも先に上げるっていう風にどっかで多分3-3までは本当に悪かったと思うんですよでもそこからこうガンって上げることも大事かなと思うんでうまくこっちが上がっていったっていう感じがしますあの、はい、彼が言った通り最初やっぱポジショニングとかでもういきなり僕がいきなりっていうか結構早めに中ロブとか打ったみたいにやっぱりあの前衛の方のプレッシャーがあってこう絞りきれなかったっていうところそのあのお二人の形の中で僕らのプレーっていうのがだんだん上がってきた時にやっぱりこうその中でその数ゲームでも探りながらこう感じていかなきゃいけない部分っていうところっていうのはあると思うんですけども、まあ、そこがまあ難しいところだとは思うんですけどでもプレッシャーをかけている分だけサービスの精度が上がってきたりだとかすごいいい部分のところっていうのをこっちがプレッシャーを受けてたのでこの得意な部分のところをどんどん活かしていただいてで僕はあの1回こうリターンで逆クロスにタイミング早くエース取られた時でやっぱりちょっとあの近いところで打たせちゃいけないなっていうふうに思ってちょっとあの余計な位置だろいやそんなことないそんなことないですでだからああいうプレッシャーっていうかああいうポジショニングとかでご自身のあの持ち味を生かしていくっていう形をどんどん使っていった方がこっちにどんどんプレッシャーかかってくるんで僕らが違うことをやるようにしたっていうところで言うとあのそこはどん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 使っていってそしたら相手にはどんどんプレッシャーになるんじゃないかと思いますねで前の爪とか短く落としている感じとかって本当に彼が言った通りやりにくい部分のところってすごいあったのでそこをどんどん生かしていただいてはい。そうですね、全然あの落ち着いて普通にこうやられてたらと思うんですけど、少しこう、どうだったんですかね、状況的に。というふうに思ったんですかね、はいはいはい、そこはもう、とにかくエラーしないようにしつこくついてくるっていうふうな感じの感覚だけで、こっちは嫌な部分はあったと思うんで。はい最初そうでしたよねそう僕らが最初無理をさせられてで最終的にはこっちが無理をしないで相手が無理するのを待つぐらいのちょっと余裕ができてたんで逆に無理をしない同士でやってるとあれ無理しないぞってなってこっちが逆に無理をする可能性もあるんで結構流れってそこで変わると思うんですよ
こは安定したプレーをはまあなんか自信を持ってできるプレーをこう精度を上げていくってことですよ、普段のプレーの中で、はい、それを続けていけば、はい、ありがとうございました。